注意、この動画には以下の成分が含まれます。苦手な方は視聴をお勧めしません。大丈夫という方は見ていただけると幸いです。皆さん、こんにちは。今回もゆっくりやっていきます。今回は、サーマルエキスパンションの機械を作っていきたいと思います。必要なものはあらかじめ精錬しておきました。それでは、早速作っていきましょう。まずは、発電機からですね。どこだ？お、あったあった。あ、銀、精錬していないんですが、銀を精錬している間に他の機械作りますか。銀ってどこだ？あ、これか。はじめに粉砕機作りましょう。鈴の歯車作って。機械フレーム作って。銅の歯車作って。ピストン作って。レッドストーン受信コイル作って。火打ち石がないから集めて。完成。パルバライザー。サーマルエキスパンションの粉砕機です。サーマルエキスパンションのものは確率で副産物も出るので便利ですね。ついでに、レッドストーン、鉛。ガラスで銅線も作りましょう。銀も焼けたので次は発電機を作ります。レッドストーン送信コイル作って、銅の歯車作って、完成、蒸気発電機です。水と燃料で蒸気を発生させて、それで発電するのかな？次は電気かまどを作りましょう。粉砕機と同じような中間素材作って。あ、レンガブロックがない。てか粘土すら集めてないので集めてきて。かまどに放り込んでおいて。粘土の精錬をやっている間に作成した機械を置いていきますか。右側に搬出させたいから。サーマルエキスパンションの機械は搬出入設定が多いですよね。これでよしっと。あ、エンジンの向きを変えないと。クレセントハンマー作って。レンガも焼けたのでレンガブロック作って。レッドストーンファーネス、サーマルエキスパンションの電気かまどの完成です。早速設置して搬出設定もしましょう。あとはエンジンの向きも直して。エンジン用の無限水源作って。エンジンに水入れて。石炭入れれば OK ですね。よし、ちゃんとエネルギーも来てますね。粉砕機には鉄を粉砕してもらいましょう。
あとはエンジン燃料用の木炭のための原木を集めましょう。ホッパーを作りましょうか。粉砕機のおかげで鉱石からインゴットが3つ取れるので。集めた鉱石も全部粉砕してもらいましょう。次はエンジン用の水生成器を作ります。鉄の歯車作ってー。レッドストーン自立機構を作ってー。銅の歯車作ってー。装置フレーム作ってー。バケツ作ってー。アクエスアキュムレーター、水生成器の完成です。次は液体パイプを作りましょう。どこだ？あ、これか。はい、フルイドダクト、液体導管の完成。早速設置しましょう。水生成器の4面に水源を設置してこれで OK ですね。余計な場所は埋めちゃいましょう。あ、水源埋めちゃった。水取ってこないと。あ、そういえば、なぜかエンジンから水取り出せるんですよね。なんででしょう。さて、荷物の整理をしながら今回はここまでです。次回は新たな機械作成と、発電機の強化をしたいと思います。ご視聴、ありがとうございました。